はい、皆さん、こんにちは。クイです。はい、今日もですね、スノーランナーの続きをやっていきたいと思いますよ。はい、今日はですね、契約のイーストウィンド、こちらはですね、マルタの大量輸送になります。はい、マルタ、6台分を農場まで持っていくんですけど、私はこれを1回で、6台分のやつを持っていきたいと思ってます。はい、こんな感じでやろうかなと思ってます。セミトレーラーにですね、バラの丸太を、バラバラのまんまに積んで、あれ、なんかバラバラがいっぱい。ちょっと待って、なんかおかしくなっちゃった。そう、積んで持っていきたいと思います。固定しないんで、結構安全に運転しなきゃいけないと思うんですけど、カーブまでの道だったらなんとか行けるんじゃないかなと思って、この方向でやってみようかなと思ってます。そう、多分ね、3本で1台分ですよね。だ さっきこっち側からやったのさ。あれ、こっち側 3本で1台分の、荷物になると思うんですけど、一応、15個くらい入ってるのかな、くらいとか言って大丈夫 そう、5台分の、あれがね、後ろにある荷台の5個分が今ね、ここに入ってると思います。そう、どうだろう、ちょっと、よいしょ。多分ね、1個多いかもしれないけど、まあ、多い分には大丈夫かな、みたいな 思ってるんですけど、大丈夫ですかね。マジで、ちょっと上げてからのクレーン。リストは、そう、いや、クレーン作業については、向こうで荷下ろしするときにね、もうすごいたくさんすると思うんで そう、積んだときは、こんな感じでっていう感じで、1本ぐらいにしとこうかなと思いました。そう、もう延々とクレーン作業を見るのもね、きっと飽きちゃうかなと思って。よし、どうしようかな。そうですね、これ引いてくんですけど、ちょっと今ね、前のこのゲートがちょっと狭いんですよね。なので、ちょっと、このゲート入るのだけは1台ずつにしとこうかな。よいしょ。こんな感じで、そう。だからね、これ固定されてないんで、バラバラなんです。危ないかもしれないけど、そう。こんな感じでやっていこうかなと思ってます。よいしょ。これエンジン切っといて、届くかな？届かない？届かないですね、やっぱり。よいしょ。あ、両方ともアゾフさんです、今日は。そう、やっぱり、クリーン作業もあるんで、ね、やっぱり燃費が気になるところなんですよ。なので、アゾフさんにお願いしたいと思います。よし。をかけてあげる。めっちゃくっつける 大丈夫かな、このぐらいな。よし、行きたいと思います。あ、エンジンも アゾフさん、後ろのアゾフさんのエンジンもオンにして。そう、これね、試しに短い、なんだっけ、ちっちゃいトレーラーにも丸太宙入れてみたんですよね。そしたら入ったんで、これもどっか他のところに持って行ってあげようかななんて思ったりしてます。そう、でもとりあえず今回はこれで まあ、こんな感じで行こうかなと思ってますね。そう、いや、ほんとね、運転気をつけないと、これバラバラになった日にゃですよ なので、本当気をつけながら行きたいと思います。安全運転でね。よいしょ。どうだろう、大丈夫かな。今のところ、なんかこう飛び跳ねたりみたいな、あ、ちょ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 
遊びついて、なんていうか、あいちょ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 やばい、こんなんで大丈夫か、たどり着けるかな、よいしょ。そう、なんかね、でもこの方法、どうしてこうしたかっていうと、放射性物質の容器を運んだじゃないですか、前日。うん、おお、なんか壊れた。そう、そしたら、なんか、あの容器ってちっちゃいから、このね、あの青い煽りチキンのセミトレーだった、トレーだったから、本当は5個なんだけど、パックしなければ6個入りますよっていうのを教えてもらったんですよね。そう、なるほどと思って、いや、私、今まであんまり、多分ね、今までの動画ずっと見てくださっている方は、なんとなく気づいてたかもしれないんですけど、私、フラットペットばっかり使ってたんですよね。そう、クレーンとかで入れるときに、この煽り付きのサイドボードがない方が楽かなと思ってずっと使ってたんですけど、そう、そのコメントをいただいてから、そう、なるほどみたいな、サイドボードがあることによってこういう使い方もできるんだって思って、そう、こんな感じで、うん、丸太を、そう、運んでみようかなと思いました。でも、どうだろう、どんな感じ、こんなんでもいいのかな。ね、なんか多分、いけると思うんだけど、そうなんですよね。よし、まあ、とりあえず、こんな感じで運んでいきたいと思います。そう、途中までね、アスファルトなんで、そう、今日はちょっと長くなりそうなんでね、うん。あの湿地帯の方に行くところまでちょっとカットしようかなと思ってます。はい、はい、ね、そろそろ、湿地帯の方に来たかなと思うんですよね。そう、ここら辺からちょっとね、あの足元不安定なんで気をつけながら行きたいと思います。そう、やっぱりあまり傾きすぎると危ないのかなと思うんですけど、でも、そこまでの道のりに結構、丸太がぴょんぴょん飛んじゃうっていうこともなく、結構順調でしたね。はい。おー、ちょっと、ちょっともやってて見にくい。そう、いつもだったらね、この道、右側のね、ちょっと、そう、土が見える方を通るんですけど、ちょっと今回は本当にあんまり斜めになりたくないっていう感じなんで、ちょっと水が深いけどゆっくりゆっくりと行きたいと思います。よいしょ。そう、でも一応より言ったらあれかな、でも順調かな。思ったよりは、まあ、こっから先が多分ちょっと農場周りもちょっと不安なんですけどね。そう、でもまあ、こう、ばらまかずに、無事に到着できたらなと思うんですけど、そう、やっぱりね、さすがに、そう、マルチでね、フレンドさんと一緒にやってるならね、6個っていうのも、そんなに悪くはないんですけど、さすがにね、一人で同じ場所に行くの、同じ荷物を持って6回往復っていうのがね、すごく大変だと思うんですよね。多分、トラック2台で2個とかなら、一遍に運べるのかな。ね、だけど、そう、私はモップとかも入れてないし、あれなんでね、多分、そう、3回ぐらいはね、往復しなきゃいけないんじゃないかなっていう感じなんですよね。だから、そう、この方法だったら1回で済むかな、みたいな。でもその代わり、クレーンの、あ、ちょっと待って、あれしようか。大丈夫だった？厳しいかな、大丈夫かな。あ、いけた、よし。そう、でもクレーンでね、荷下ろししなきゃいけないんで、ちょっと大変なんですけどね。そう。そう、しかもですよ。あ、そうだ。ここでガソリンを入れ
ていこうかなと思ってます。よいしょ。さあ、しかもなんか結構あのきっちりなんか収まっちゃって綺麗に、そうトレーラーの中で多分ねクレーンで掴めないと思うんですね。だからちょっと倒してみたいな。そう、あ、ちょっとこれ離そう一旦。うん、そうクレーンで、あ、じゃなくて荷台を倒してそう出してからやろうかなって、地面に置いてからやったらなんていうふうに考えています。よいしょ。とりあえずね、ここ結構ファームから近い場所なんですよね。そう、あともうちょっとで、ここがね結構丘を越えていく感じなんで、ここまで来たから1台ずつ、うん、持ってってあげようかなと思ってます。よし、これもさっきまでクレーン作業してたんで、ね、結構あれしちゃったんですよね、燃料使ったんで。よし、補給、お、ちょっと待って、よし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 、こんなところで使いたくはない。よし、先にあの多分ポジションをちゃんと取ってあげたいんで、こっちを先に持っていこうかなと思ってます。よし、アゾフさん2人でそう、めちゃくちゃ気に入っちゃってあれですね、アゾフさんばっかりになりそう。よいしょ。でも前おすすめしていただいたね車もあって、なんかどうやらなんかまだストレージは買えなかったんですよね。お、ここですね。よし、そうだから探索で見つけなきゃいけないみたいで、そう、まあとりあえず他のに車が見つかる前にそれで行きたいと思います。そうそう、そう、ここはね、ちょっと不安だったんで、一台一台がいいかなと。よいしょ。どうだろう。結構あれですけどね。後ろに積んだバラバラのやつを、そう、持ってくるのどうだろう。よいしょ。よーし、オッケー、1個はオッケーですね。ちょっと1つ目は納品したいと思います。ちょっと待って、アンカーも出しとこう。これ離れたらアンカーとか消えちゃうのかな。なんか後ろが傾いてるのがちょっと気になるけど大丈夫かな。よいしょ。よし、それじゃあね、もう一個の方の、はい、こちらも持っていきたいと思います。まだ大丈夫ですね、まだちゃんとにある。よし。いや、これちゃんと数えたんですけど、予定では15プラス1の16本だと思うんだけど予備で1本いく。そう、これ足りなかった場合どうしようみたいな。ね、なんかいっぺんに運ぶって題していながら、なんか数え間違えてましたみたいな。楽しいなとか思いながら。よいしょ。お、いけて、結構ここも OK だ。結構安定してくれてる。やっぱりなんかバラバラだからこうポンポン飛んじゃって出ちゃうのかなとかも思ってたんですけど、思ったよりそう安定してくれてますね。よし、大丈夫そうなんで、ここも慎重にどうにしとくか。怖いけどね、怖いけどね、ちょっとこれさ大丈夫これをよし、横につけてあげようかなと思いますね。で、横につけて、床にぶちまける感じで。あ、ローだった。よし、ちょっとバックして。そう、いや、じゃないと多分ね、つかめないと思うんですよね、本当に。上に乗ってる何本かはいけるかもしれないけど。なのでちょっと、あ、ちょうど斜めってる、これ
もしかしたらあれかもしれないですね。どうだろう、この辺で外してあげる。あっ、よし。そしてこれは切っといて、チェンジでしょ。おお、アンカーもついてる。多分ね、これで倒す。あ、ちょっとあんまり倒しすぎるとあれだけど、とりあえずこれでやってみようかな。よし、じゃあこれをまた積み直すというやつですね。こう、なんだろう、こう道を行ったり来たりする手間はなくなるけどみたいなね。そう、この運ぶやつがさすがに3本はいけないよね。ほん、あ、でも、あー、1本じゃなかった、1本落ちちゃったですね。よいしょ、よし。てか若干傾いてるのめっちゃ気になりますけどね。そう、まあね、これずっとやるんで多分早送りとかの方がいいかもね。まあ1個だけはちゃんとやろうかな。よいしょ、 OK。 2個今度つかめたか。ああ、掴む場所がちょっとありましたね。夫が緑になったから多分いけるはず。よし、おいし。これでカーゴ、あ、じゃないんだ、パックカーゴしてからの、そう、これで1台分。そして納品2個目。よし。こんな感じでやっていきたいと思います。結構大変だけど頑張ります。そうだな、ここら辺から多分ね、めっちゃ長くなると思うんで早送りしながらやろうかな。よし、頑張る。
当に、6代目の、ラスト、はい、インコ入れたら終わる。あ、ちょっと待ってそう、やっぱね、1本ね、多めに持ってきてたみたい。そう、よかった。いやー、ほら、なんか1個足りなかったとか言ったら大変かなと思ってちょっと多めに持ってきてたんですよね。そう、あ、ちょっと待って、ちょっとこれ近いかな、どうだろう、掴めるか。よし、お、掴めた。よいしょ。いや、6回行き来はしなくて済むけど、やっぱりクレーンのこの操作は大変かなって思いますね。よいしょそう、でもやっぱりこうソロでやってる時とかはね、こういった方法もありなのかなと思いました。よいしょ。でもこれで多分ね、時間的にも6回行くとかそういうのよりは全然早いんじゃないかなと思ったりしてます。おー、どうだろう。よし、パックからの行きましょう。はい、よし、丸太大量輸送はい、終わりました。よし、あとはね、これを立ててあげて、はい、お片付けは収録外でやろうかなと思います。よし、今日はこんな感じでいかがだったでしょうか。はい、ね、この丸太大量運ぶのちょっと気が重かったんでね、完了できてよかったです。はい、ね、最後まで見てくださった方、本当に本当にありがとうございます。それじゃあ、またね、バイバイ。